いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあチャプター4開幕ということで、早速いろいろ検証していきましょう。皆さん参考になったらぜひ高評価をお願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは新ボスからいきましょう。この中世のお城みたいな場所、ザ・シタデルにいるボス・エイジです。さあ体力測定いきましょう。城アサルトのダメージは30なので、これで測っていきます。後で紹介しますが、ショックウェブハンマーとエクスキャリバーで攻撃してくる。今回からボスの体力が見やすいメモリがついてて、この一枠が150ダメなので、あとどれくらいで倒せるかがわかる。シールド部分も体力部分も同じメモリということで、ボスエイジレスの体力は1800、そして倒すと王者エイジレスのエクスキャリバーライフルのミシークをゲットできる。さあこのライフルのダメージ見てみましょう。なんと必勝でワンパン。頭に当たった後、エクスキャリバーが刺さってそれが爆発する。これは危ない武器。また皆さんが見つけたエイジさんの簡単撃破がありましたら教えてください。続いて新機能拡張いきましょう。拡張ってだけ聞くとハテナってなりますが、簡単に言うとプレイヤースキルみたいなもの。マッチ中何もしなくても使えるようになります。この横にあるメモリが溜まると使えるようになる。でここで注意なんですが、メモリが溜まってるのに使えないって人、一度コントローラーのボタン配置を確認してみてください。赤栗も最初使えなくて、ボタン配置をやって使えるようになりました。キマオの人は最初の割り振りが数字の7になってると思います。でこのコントローラー設定のこれ、スクワット要請拡張の選択ってのを配置しておかないと使えません。この拡張のスキルの一部をご紹介します。あ、このスキルはマックスで4つまでつけられます。さあまずはコンテナを開いた時、一定確率でチャグスプが見つかる。これはこんな弾薬箱からもチャグスプが出るみたいです。まあ絶対じゃないので確率が上がってるってわけですね。続いては破壊したオブジェから爆発物が出る。デモリションミューニション、建物とかの壁ではなくてその辺にあるオブジェを壊すとグレネードやロケラの弾が出る。これ何がすごいって、例えば家を丸ごと爆弾で壊してもその時にオブジェも壊れるので、また爆発物が出てくるので結構無限に使える。続いてはブッシュの中で回復ができるブッシュウォリアー。こういう落ち葉の山やブッシュの中で回復ができる。体力部分はマックス、シールドは50まで回復できる。これ回復スピードが速いので持ってたら多分めっちゃ使えるスキルだと思います。この能力いまいちだなーって時は1回だけ無料で変更することができます。その後は100インごとで変更ができる。
さあラストは弓を2つもゲットできるスキル、メカニカルアーチャー。他にもグライダーの再展開が待ち中ずっとできるや、ジャンプが高くなるとか、ガソリンが減らないなどたくさんあるので、皆さんが使ってみてこのスキルおすすめってのがあればコメント欄かフォームから教えてください。さては次、新武器いろいろいきましょう。これは簡単に解説していきます。まずはショットガンから。サンダーショットガン、まあ、特徴としては2発目が遅い分ダメージは大きいので、感覚的にポンプショットガンみたいな感じの武器。続いてメイバンオートショットガン、連射が速いショットガンなので、タクショやクロムショットガンに近い。続いてアサルト、レッドアイアサルト、スコープがあるアサルトなので以前あった MK7 に似てる。でも連射は遅めで、連続撃ちするとどんどん上に上がっていく。続いてはサブマ、まずはツインマグサブマシンガン、速射式に似てるかなって思います。続いてはマシンサブマシンガン、前のチャプターの時少しだけあったマシンピストルに似てる。続いてタクティカルピストル、これ単発撃ちじゃなくオート連射ができるピストル。さあ続いてはショックウェーブハンマー、殴ると125ダメ与えて敵は吹っ飛んでいく。このハンマーは殴らなくても跳ねるだけで、敵が近い場合はダメージを与えることができる。その時のダメージは75。さあ高い位置からハンマーを振り下ろすとダメージは増加するのか。ダメージは同じ。続いてラストはエクスキャリバーライフル、さっきミシックがワンパンってご紹介しましたが、青だとどうなのか。撤収125ダメと爆発ダメが50で175ダメ、検証の結果紫以上が200ダメ出せる。ただ距離によってダメージ減衰があるので、これ今 100m 離れてるんですがダメージがかなり減る。あ、次はキャプチャー地点行きましょう。街の中にある旗に行くと、ゆっくり旗が上がって、上がりきるまで1分もかかります。まあ、スクワットで試していないので、もしかしたらみんなで入ると早いかもしれません。地点を取ると宝箱や敵がマークされる。このマーク時間だいたい1分間で、一度取ってしまえば敵がその場所へ行っても取り返せないみたいですね。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。200円、アイラブワンワンさん、ケンポン D2 さん、スパゴリ10Q、 ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。